Video Diary August 31st, 2023 by Hiroshi Hayashi, Hamamet City, Japan. ビデオ日誌2023年8月31日、林博です。こんにちはですね。あ、ごめんなさい。おはようございます。現在時刻は午前10時50分です。おはようございます。今日はですね、ブッダの2回目ということでですね、昨日に続いてブッダにまつわるといいますか、関する、まあ、仏教史ですよね。まあ、昨日も仏教史の話をしたわけですけども、今日もその仏教史ということになりますけども、昨日の特集の続きの特集ということになります。で、今のところ11本の動画をアップロードさせていただきました。まあ、ブッダブッダ仏教仏教と続いているわけですけどもね。で、まあ、いろんなところでね、私たちはその仏教ブッダあるいは仏教史というものについてですね、まあ、つまりそのいろいろとね、謎があるわけですけども、一般的にはですね、ブッダの仏教はネパールで生まれた独特の哲学宗教観であるなどというように説明されてですね、そこで止まっているわけですね。昨日の特集の中でですね、そうではなくて、仏教のいわゆるブッダですね、まあそのどっから話していいのかな、ブッダはとにかく2人いるということです。父親のスッダッタ・ゴータマと娘のシッダルタ・ゴータマ、ペルシャ名セダルタ・ゴータマということになるわけですけどもね、二人いるということです。で、さらにその父親のブッダはですね、どういう人だったかというとですね、スキタイ人、つまり釈迦族の王であったということです。となるとそのスキタイ人はですね、当時、まあ、あのペルシャ一帯ギリシャあたりまでこう、前世紀にはですね、その辺り一帯を支配していたわけですけども、釈迦族ですけどもね。で、その流れの中でですね、つまりそのクローズアップされてくるのが、つまりそのブッダのお父さんですよね、スッダッタ・ゴータマはですね、当然釈迦族の王ですから、まあ、そのスキタイ人の思想哲学というものを受け継いでいるということになってくるわけです。当然、まあ、ギリシャのですね、そのあの辺りも支配下にあったということになりますから、つまりそこでですね、ギリシャ哲学との接点が生まれてくるということになります。で、じゃあ誰かと言いますと、昨日のね、特集の中でヘラクレスという神を挙げたわけです。ヘラクレスですね、棍棒を持った神ヘラクレスです。で、その棍棒を持った神ヘラクレスが、つまりはブッダのお父さんのですね、スッダッタ・ゴータマの守護神であったっていうところまで突き止めてきたわけです。で、そのヘラクレスというのはですね、まあ日本ではあまりそういうことを言わないんですけども、要するに西洋的なですね、常識に、西洋における常識によればですね、ヘラクレスイコールマイトレイヤイコール、つまりは弥勒菩薩ということになってくるわけです。つまりブッダのお父さんはもともとですね、弥勒菩薩教のって、まあ、その教のというふうに生きるのも、その時点ではどうかと思うんですけども、要するに 今のこの視点から見ると、弥勒菩薩教をですね、踏襲継承してですね、そして、まあ、バビロンへ持ち込んだ、あるいはバビロンで神官になったということになります。あるいはバビロンの神官である時にですね、その哲学の柱にしたのがですね、弥勒菩薩教マイトレイヤーということになってくるわけです。で、そのスッダッタ・ゴータマ、すなわちブッダのお父さんはですね、バビロンの最高位の神官、すなわちスターゲイザーであったということです。で、バビロンというその都市国家はですね、マルドックの本拠地だったわけです。まあ、マルドックは外来種の神ですけどもね、その神がバビロンに、まあ、君臨したといいますか、ということですよね。で、そのマルドックの下で、つまり、スッダッタ・ゴータマがですね、スッダッタ・ゴータマがですね、つまり神官として神に仕えて、そのマルドックの、そのマルドックと人間の間をね、行き来していたということになります。その、まあ、そのバビロンの場合はですね、その中に王が入り込んでくるわけですね。それはキュルス1世ということになるわけですけども、人間の王ですよね、はい。で、キュルス1世はですね、まあ、そのペルシャを統一して初代のペルシャの王になるわけです。そしてバビロンに、まあ、君臨するわけですけども、序列から考えるとですね、一番上位にマルドックがいる。これは外来種の神ですね、神です。で、その下にスッダッタ・ゴータマ、すなわち神官スターゲイザーがいるということになります。そしてその下にですね、キュルス一世がいたということになります。そのキュルス一世と神官との関係は上下関係というよりも、キュルス一世がですね、政治を行い、そして、まあ、
サダナゴータマがいわゆる神官として、つまりは精神的な意味におけるね、いわゆる柱バックボーンになったというふうに考えられるわけです。まあ、同等とか対等とかというんじゃなくて、つまりは全くその違う立場でですね、人間に接していたということになります。そのサダナゴータマはですね、つまりは、まあ、分かりやすく言えば後に言ってますか、今私たちが口にするところのゾラスター教のいわゆる、まあ、そのいわゆる最高の神官であったということですね。でところがですね、そのサダナゴータマはですね、その本来ならばサダナゴータマが例えばそのキュルス一世の次のカンブジェ二世がですね倒れた後、まあ、いわゆるその王位についてもおかしくなかった方なんですけどもね、その時に、まあ、その割って入ってきたのがダリウス一世ということになるわけです。つまりそのダリウス一世はですね、まあ、つまりそのサダナゴータマがですね、スメルティスになり、まあ、スメルティスっていうのはカンブジェ二世の弟になるわけですけどもね、でカンブジェ世の弟のスメルティスがですね、のをその代わりになり代わってですね、でスメルティスはですね殺されてるんですね。つまりそこはちょっとややこやしいところなんですけど、もうちょっと詳しく話しますね。要するにカンプジセス2世が位につくわけです、キルス1世の後にね。でそしていよいよエジプト遠征ということになったわけです。その時のことなんですけども、カンプジセス2世は夢を見るんですよね。つまりどういう夢かというとですね、弟のスメルティスがそのカンプジセス2世がエジプトに行っている間に王位を奪うとというような夢を見るわけです。そこでカンプジセスはですね、弟のスメルティスを暗殺するわけです。秘密裏に暗殺したということになってますね。それは秘密裏ということは表沙汰にならないよね、内々で殺害したということです。でその後カンブジェ2世はですねエジプトへ渡るわけです。そしてその遠征の途中でその、まあ、殺されるわけですよね。一般には、まあ、その殺されたという部分についての証拠はないんですけども、まあ、流れからするとですね、まあ、ダリウス一世の野心的な野望ですよね、野望の流れからしてもですね、まあ、そこでカンプジェス2世は殺されたと見るわけで、またカンプジェス2世は大変な暴君でしてね、マッドエンパラーだったわけですね。ですから、まあ、殺されても仕方ないような方だったという言い方はちょっとね難しいどうかなと思うんですけども、そういうことなんですよね。で帰ってきて、そしてそのなんて言いますか、そこでですね、ダリウス一世は策略を働かせてですね、つまりはサダナゴータマがですね、そのカンプジェス、スメルティスになりすましてですね、プリテンダーっていう意味ですね、なりすまして王位につこうとした不届きなやつだってことで、まあ、罪をかぶせてですね、サダナゴータマをバビロンから追い出すわけです。で2年間追い打ちをかけたってありますね。それはベヒツンザンの碑文にそのように書いてあるということですね。ベヒツンザンの碑文はですね、当然ダリウス一世の立場でダリウス一世をですね称えるために書かれた碑文ですから、ダリウス一世は素晴らしい王だと言いながら、一方で、まあ、なんて言いますか、サダナゴータマを悪玉として 仕立てたと言いますかね、濡れ衣を着せたということになるわけですけども、まあ、そういう形でサダナゴータマはバビロンを追われて、現在のルンビニあたりまで逃げてきたということになるわけです。そこで人間の女性のマヤンと結婚して、娘のシッダルタゴータマ、すなわちペルシャ名セダアルタゴータマを産んだということになっていくわけです。こうして、まあ、その仏教の流れができるわけですけども、今日はですね、まあ、格論、昨日その話をね、ずっと10本、11本の動画を通してですね、皆さんに、まあ、分かっていただけるかどうか分かりませんけども、ともかく11本の関連動画を皆さんにお届けしました。で、今日はですね、どこか格論的といいますか、どこか、まあ、面白いなと思う部分にね、焦点を当てて、話を続けてみたいと思うんですけども、まず第一にですね、ブッダは2人いたということですね。父親のサダナゴータマと娘のシッダルタゴータマということになります。で、父親は誰か、まあ、どのように表現されているかというとですね、ラホールのいわゆる、まあ、ガンダーラ仏ですね。そんなあのガンダーラ仏の中でも、苦行中のブッダ像、ガリガリに痩せてね、台座の上で、足を組んでる あの像がですね、私は林浩司はですね、父親のサダナゴータマであると判断しています。その証拠にですね、その台座のところに、どの台座でも全てですね、苦行中のブッダ像の台座のところにはですね、いわゆる一般に言うゾラスター教の神事である松明を焚いてですね、それを両側からですね、神
官が何やら神事を行っている様子がどの台座にも描かれていますね。つまりいわゆる苦行中のブッダ像として表現されているのは父親のストドネゴータマであると。で娘は娘でですね、日本の奈良の大仏様あるいは鎌倉の大仏様を見てわかるようにですね、どこか女性っぽい体でですね、胸が大きくてですね、ふくよかな、体格で表現されている。その、それが娘の方になるわけですけどもね、そういう形でブッダ二人説というのはそこから生まれました。バイ林博説です。でこうしてですね、じゃあ父親のストラゴータマはどこから来たかというと、スキタイ人の王であったわけです。サガ族の王であったんですよね。ですから当然そんなに力を持っていた方なんですけども、マギ、ガウマタと別室存在に書いてあるそのマギというのは、要するにストラガウマタのことを言っているということになります。でここでもう一つ問題なのはね、昨日も話したんですけども、マギというのは一般名詞なのか普通名詞なのか、いわゆる固有名詞なのかという問題なんですよね。でマギというのはこういう名詞です。つまり一人しかいないわけですよね。いわゆる最高位の神官というのは一人ですよね。現代の日本でもですね、総理大臣というのはその時代においては一人ということになりますからね。ですからマギというのは最高位のいわゆる位を示す名称であったから、神官はいわゆるマギと呼ばれる神官は一人であったということになってくるとですね、じゃあゾラスターだとかね、ザラストラどういうことなんだということですけども、調べていくとですね、ゾラスター現代その配下教のことをですね、マギ教なんですけども、マギ教イコール配下教なんですけど、配下というのは火を拝むという字を拝む火と書くんですけどもね、配下教なんですけども、その配下教をですね広めた、いわゆる一人の日本風に言えば僧侶に過ぎないわけですよね。その、そのゾラスターという人が配下教を広めたから、その地域ではゾラスター教と呼ぶようになったっていうことなんですよね。あるいはザラスストラ教でもよかったわけです。しかしゾラスターと呼ばれている人もですね、それからザラスストラと呼ばれている人も、これは神官ではなかったわけですよね。じゃあ誰が神官かと言いますと、マギ、ガウマタとなってくるわけです。すなわちいわゆる私たちがブッダと呼んでいるその方のお父さんがですね、配下教のいわゆる最高位の神官であったということになります。スターゲイザーというのはですね、神と自由に対話ができる人、いわゆる神のそばにいてですね、人間への指示を受け取ってですね、それを 人間に受け渡したといいますか、その指示に従ってですね、人間を指導支配していた人ってこと、神ということになるわけですけどもね。安心だいたいデミゴッドというのは半神半人ですね。例えば真の始皇帝もある、私はデミゴッドだと考えています。あるいはウルのですね、女王プアビもデミゴッドだと考えています。最も分かりやすい例で歴史上ね証明されている人物と言いますと、ギルガメッシュですね。ギルガメッシュもデミゴッドでした。 ですからギルガメッシュの、レリーフを見ていただくと分かりますようにね、足に歩行補助装置をつけてますね。人間らしからぬ細い足でそれを支える歩行補助装置が表現されているということです。他にもいろんなデミゴッド言いましたけどもね、例えば分かりやすいと思いますかね、この人はもうデミゴッドだって間違ってないのはやっぱり真の始皇帝、真始皇、それからプアビで、ゲルガメシ、そしてもう一人加えるとストラゴータマも、人間ではなかったですね。骨格もですね、人間の骨格ではないということもですね、昨日今日の動画の中で皆さんに説明しました。こうしてですね、ストラゴータマの形が浮かんでくるわけです。つまりそのデミゴッドというのはですね、いわゆる人間の遺伝子を、人間の私たちの遺伝子の中を取り上げ てその中に神の遺伝子を組み込んだという、神なんですよね。ですから半神半人デミゴッドということになります。一般に一般と言いますか、ゼカリシッチはですね、3分の2ハイブリッド種という言葉を使ってますけども、人間とね神の半々であるならば2分の1ハイブリッド種になるわけですから、どうして3分の2がという数字が出てきたかというのは私もよくわからないんですけども、ある方が教えてくださったことはですね、そのいわゆるミトコンドリアを含んでいると、いわゆるこの大気圏内でね酸素呼吸をできるようにするためにね、いわゆるミトコンドリアを組み込んだということからですね、3分の2ハイブリッド種というふうに言葉を使っていると、まず3分の1はその神の遺伝子、3分の1は人間の遺伝子、そして3分の1はミトコンドリアを含む遺伝子ということで、3分の2ハイブリッドと呼んでますね。その数字にこだわる必要ないんですけど、一般に言ってますか、ゼガラシチンは例えばそのデミゴッドをですね、3分の2ハイブリッド種というふうに呼んでますね。
ですから3分の2で、ゼカリア書人が生きているならばですね、どうして3分の2なのかという質問できるわけですけども、その部分についての3分の2という数字がどこから来たか分かりませんけども、とにかく3分の2ハイブリッド種ということになるわけです。こうしてソダナゴータマが浮かび上がってくるわけですけども、同時にソダナゴータマはですね、サガ族の王であったということです。色大臣ですね、色大臣の別名がサカということになるわけですけどもね、中国のいわゆる西部あたりまで支配を伸ばしていた民族ということになりますね。現在のイランの人たちはですね、ペルシア人、自らをペルシア人と位置づけてますから、当然そのスキタイ人の末裔である、サガ族の末裔であるというふうに主張してますね。だけどそれに対して他のね、民族の人がイラン人ではないんだというふうに言う反論も唱えているようですけどもね、一応イラン人の人たちはですね、イランの、人たちは現在の今もですね、自分たちはペルシャの、いわゆるサガ族の末裔であるというふうに説いてますね。その中からソダナゴータマが生まれてきたということになります。はい。で、そこ一つ戻らなくちゃいけませんけども、要するにお父さんのソダナゴータマは半身半人、すなわち神といわゆる人間の混合種、ハイブリッド種のモディファイされたハイブリッド種であるということですね。そしてその娘、いわゆるそのマヤンと結婚した、ソダナゴータマはですね、マヤンをと結婚するわけですけども、多分ハイブリッド種ですからって言いますか、身長もですね、2メートル以上を超えたはるかに大きな人だったと思われます。一般にハイブリッド種という方はですね、背がでかいです、高いですね。ただ女王プアビだけは小さかったです。身長が150センチしかありませんでした。真の始皇帝も背が高かったと言いますか、絵だからそのように誇張して描いたと言われればそのままでなんですけども、一般に真の始皇帝はですね、普通の人間の 1.5 倍から2倍あるように描かれていますね。ギルガム氏も巨人だったと思われます。ライオンをですね、軽々とね、この腕に抱いてですね、抱き上げているレリーフがね、残ってますからね、猫のように抱いているわけですけども、あれ猫じゃありませんよ、ライオン。要するにそういう巨人であったということです。そういう巨人でないとね、人間の前に立ってお前ら従えとは言えませんからね。人間の立場からすればですね、目の前にね、3メートル近い巨人のね、デミゴタが立っててお前らって言えば怖いですからね、はぁって言って頭下げるってことになるわけですけどね。ですからデミゴタは大きかったということになります。そういう流れの中でですね、ストダナゴタマも巨人だったと思われます。骨格は人間の骨格じゃないですね。それはラホールに残るね、先ほど言いましたね、苦行中の豚像を見ていただくと分かりますように、あばら骨がですね、洗濯板みたいになってますね。それからこの首の上の付け根から肩にかけてね、人間にはない腱が表現されてますね。つまりですね、それを表したのがダヴィンチの解剖図ということになります。ダヴィンチは奇妙な解剖図を残してますけれども、頸椎の数が13椎あります。人間は7椎です。それで頸椎が細いんですね、ダヴィンチの書いてる解剖図はですね。その代わりその頸椎を支えるためにですね、首の付け根から肩にかけてね、腱がこう何本か走ってますね。ですから異様ななで型といいますかね、異様な骨格ですね。それはダヴィンチの解剖図を見ていただくと分かります。でその解剖図と同じで書かれているのがダヴィンチが描いたと言われているセントジェロームの絵ですね。セントジェロームの絵ですけども、見ていただくと分かりますよ。やっぱり首の頭のね、この付け根からこう腱が伸びてますからね、肩にね。それからここに奇妙な大きなくぼみができてますね。人間には、くぼみないとは言いませんけど、あれほど大きな三角形のくぼみがないという、人体で表現されているのがダヴィンチが描いたと言われているセントジェロームの絵ということになります。そういうふうにして横とつながっていく、密接区画につながっていきますから、私は有機的という言葉を使いますけどもね、有機的につながっていくということになります。こうしてですね、その、向こうからですね、いわゆるそのストダナゴータマの像姿が浮かび上がってくるということです。それを一番もっとも繰り返しになりますけども、よく表しているのが苦行中のブッダって言われている、私がですね、ストダナゴータマ、すなわちブッダの父親であると判断している林浩氏ですけども、その苦行中のブッダ像を見ていただくと分かりますようにですね、足がですね、なんて言ったらいいだろう、竹竿のように細いですね。衣がかかってますから、一見すると足があるように見えますけども、その私ね、苦行中のブッダ像の、足がどうなってるか見たいんですけどもね、それが彫刻、そこまで彫刻されてないってこともありますし、その足の部分だけね、拡大した写真も今のところ手に入ってませんのでね、なんとも、あくまでも私の推察ですけども、その足を見ればですね、ブッダがどんな足をしてたか分かるってことになるわけです。
ともかく少なくとも人間ではなかったということですね。いわゆる半神半人のデミゴッドであったということになるわけです。その息子、その、まあ、セドナ・ゴータマがですね、つまりはネパールへ逃げていってマイアンと結婚するわけです。ですから赤ちゃんも大きかったと思いますね。マイアンは人間の女性でしたからね、いわゆるアースリングですからね。ですから小さかったと思いますけども、それゆえにですね、まあ、マイアンはですね、横腹を切ってですね、そして子供を帝王切開で出産したという話も、まあ、現代に残っているわけです。まあ、普通の文面ではですね、できなかったということでしょうね。まあ、要するに、まあ、その後マイアンは死んなくなるわけですけどもね。で、娘が産み落とされて、今の私たちはブッダという呼んでいる方になるわけです。ですからブッダはお父さんのストダーナと、それから娘のセッダールタ・ゴータマということになります。ここでですね、まあ、奇妙なことがまた起きてくるわけです。で、ここからがちょっと分かりにくい話になりますけどもね、パーリー語、すなわち原書ですね、パーリー語で書いてあるということはですね、中国でできた二世経ではないということです。いわゆる、まあ、北経の流れを含む 現地の言葉で書かれている32層経というのがあります。それも今日ですね、昨日の動画の中で皆さんに、ね、紹介しましたので、ぜひご覧いただきたいんですけども、32層経を見るとですね、仏教は、ブッダはですね、そのブッダは、これは、ね、32層経は娘のシッダルタ・ゴータマの方を言ってるんですよ。あの髪の毛が青でね、目も青かったというふうに書いてありますね。まあ、何よりもその興味深いのはですね、ブッダの、いいですか、ブッダの P です。P は使ってない時は体の中にめり込んでしまっていて、使う時だけ鞘から、まあ、刀が出てくるように、刀とは書いてありませんけど、シースと書いてありますけどもね、が出てくるように外へ出てきて用を成していたということに書いてあるわけです。これが重要なポイントなんですね。つまりブッダ、あのセッダ・アルタ・ゴータマ、私が娘と言ってますけども、セッダ・アルタには P があるんですよね。あったというわけです。しかしそれは体の中にめり込んでいたということなんです。そして使う時だけ出てきたということですね。ですから私はですね、まあ、ちょっとへそが曲がったところありますから、まあ、ブッダがね、皆さんは男だっていうのを思い込んでるでしょ。だからそれをまあ逆張り的にですね、まあ、いわゆるその皆さんのね、興味を引くようにというよりもですね、それを否定しなければなりませんからね。というのはなぜそうなのかということを説明するためにはですね、膨大な証拠と、いわゆる何分かの動画を皆さんにご覧いただかなければならないわけです。その説明が大変なもんですからね。ブッダは女性でしたっていうふうに、まあ、表現してますけども、実際には女性ではなくて、体は女性系なんですけどもね、おっぱいが大きくてですね、ふくよかな体って言いますか、いわゆるまろやかな体をしているんだけども、実は P があったということです。ただし体の中にめり込んでいて、使う時だけ前に飛び出してきたという、そういうちょっと特殊な P なんですね。で、この P でつながるのがミロのヴィーナスということになります。その動画も今日、皆さん今日昨日ね、見せて、まあ、見てご覧いただけるようにしてますから見てください。やはりあのミロのヴィーナスもですね、体は女性なんです。ところがついてるものはついてるんですね、 P が。そのついてるものはついてる像というのは、ドイツでもミロのヴィーナスの姉妹坂見つかっていますし、トルコのベルガマでも見つかっているということです。その像もですね、きちんと並べて皆さんにご覧いただけるようになってますけども、つまりそこで、ね、私はへそが曲がってますから、ミロのヴィーナスはね、女性美の極致を極めたもんだとかね、ミロのヴィーナスは女性だ女性だって言われますとね、逆のことを言ってみたくなるんですね。実はミロのヴィーナスは女性ではなかったってことになりますよね。なぜならば P を持ってるわけです。しかもその P がですね、ブッダの P と一致するわけです。使ってない時は体の中にめり込んでるんです。で、使うときだけにょきっとこう出てくるわけです。その様子もですね、何体かの像をですね、まあ、いわゆるミロのヴィーナスと私が判断している像とですね、並べて判断していただきます。全く同じですからね、時間差を置いて全く同じなんですけどもね、を並べてみるとですね、それを皆さんにも理解していただけるということです。ここでね、矛盾が生じるわけです。まあ、私その、まあ、その先ほど言いましたよね、その逆張り的な面倒くささを持ってますからね。つまりブッダはいいですか、セッダールタ・ゴータマは女性の体を持ってるんだけども、いわゆる体にめり込む P を持ってたってことです。使う時だけ外に出てきた、鞘の中から、シースの中から外に出てきたってわけです。ですから皆さんがね、ブッダは男だと思ってらっしゃるでしょ。だから私はあえて女性だという言い方をするわけです。一方今度はミロのヴィーナスはみんな女性だって言うんですよね。しかしミロのヴィーナスもブッダも同じ体なんですよ。体は女性系なんだけども、共に体の中には P を持っていてですね、そしてそれが突き出て出てくるわけです。その様子はですね、他の、まあ、ギリシャ彫刻と比較してみると分かります。で、私はここでへそ曲がりだというのはですね、
ブッダはみんなが男だというから私は女だという、ミロのヴィーナスはみんなが女だというから私は男だという、でつまり私はですね、同じ体を持つブッダとそれからミロのヴィーナスを指してですね、つまりは逆のことを言ってるんじゃないかというふうに思われる方も多いと思いますね。そこで登場するのが、もともと神々というのは無性エッセックスだったんですねと思いますね。と言いますと、それしか考えられませんね。両性具有とも違うんです。両性具有というのは両方を持っている方、持っている人をですね、両性具有というんですよね。インドなんかにはそういう像が表現されてますけどもね、ジョイントペニスを両方持ってるんですよね。まあそれは両性具有、例えばハーマフロディチっていう、まあ、神がいたわけですけども、もともとは男性なんだけども、まあね、自分の体に、まあ、ナルシストという言葉もそこから生まれてくるわけですけども、いわゆる愛してですね、そして女になっていくっていう人もいるわけですから、両性具有です。両性具有とも違うんですよね。エイセックスはもう無性だということです。性がないという意味なんですね。ですから神というのはですね、基本的には体は女性系で、ついているものはついているって神なんですね。じゃあ男性系の神がいるのかというと、いましたけどもね、男性系の神というのは、まあ、はっきり言えば、まあ、お飾りですね。その証拠にギリシャ小国に表現されている、例えばグラジエーターもそうなんですけども、そのに表現されているギリシャ小国で表現されている像はですね、どれもですね、あの P がですね、大変こう、まあ、なんて言いますか、幼児期的な、幼児期のそれであるかのように表現されてますね。いわゆる、まあ、はい、まあ、そういう P で表現されているわけです。つまり私はですね、ギリシャ彫刻 の、 そのいわゆるそので表現されているのは神々の世界をですね、そのまま表現しているという意味においてですね、つまり、まあ、簡単に言えば ここまでの結論を言えばですね、こういうことなんですよね。つまりギリシャ彫刻イコール神々の世界を具現化したものであるというふうに捉えるとですね、つまり神々というのはですね、天空の、まあ、それはあの象徴的にそういう表現にしてあるわけですけども、要するに体は女性系なんですよ。胸が大きくてね、しかしついてるものはついてるわけです。しかしその使わないときはそれの鞘の中に収まるように中に入っていくわけです。これが神々の基本的な形だということです。でその形で表現されているのがブッダ、いわゆるシェセッダルダゴータマですね。ストラナゴータマの娘のいわゆるシッダルダゴータマということになります。でもう一人、そのミロのヴィーナスのもそうだということです。ミロのヴィーナスも神の体をですね、表現したものだということになってきます。で共にですよ、体は女性系だけども P を持ってるわけです。確かにしかしそれは使わないときは体の中にすっかりとしまい込んでしまってますから、全く外からは見えなくなるわけですよね。つまりそのそういうことなんです。で私はへそ曲がりなもんですから、先ほど言いましたようにちょっとね、歪んでるところなんですよね、性格がね。みんながね、ブッダは男だ男だ男だと言ってるとですね、逆張り的にブッダは女ですと言いたくなるんです。いいんですよ、男でも女でも。それから今度はミロのヴィーナスはですね、女だ女の女だと言いますと、同じ体なんですけども、ミロのヴィーナスはあれは男ですというわけです。そういうふうに言わないと分かりにくいですからね。つまりそこから先を説明しようとするとですね、今度はエイセックス、いわゆる無性論まで話を、まあ、入らなきゃいけないんですね。ところが、まあ、こういう問題もあるんですよ。実はね、私あまりそのエイセックスの問題については触れたくないんですよ。というのはエイセックスの問題に触れてね、それを証明した動画はね、ことごとく YouTube の方でストップかけられるわけです。卑猥だということでしょうね。ですからあまりその問題には触れたくないというよりも、発表動画数も大変少ないです。まあしかしね、それでもね、発表しなければならないということはですね、まあ不評といいますかね、YouTube 社の方でね、いわゆる問題視されてもですね、あえてそれを発表するようにしてますけどもね、してきました。まあ今日も1本だけ1、2本そういうのがね、今日昨日でそういう動画を発表してますけどもね、まあ、そういう形でつまりエイセックの説明をしなきゃいけないんです。それはめんどくさいんですよ、うるさいんですよ。ということでね、あまりその部分については触れたくないというか、別に私は逃げてるわけじゃませんよ、逃げてるわけじゃないんだけども、要するにまあいわゆるまああのね、 YouTube というのはね、ロボットで監視してますからね、ロボット検索、ロボットで審査してますからね、そういうのはね、ダメなんですよ。要するにいわゆる鞘から出てきてね、そのピンがまっすぐピンと立ってるのもあるんですけどもね、あんなの発表したらすぐね、あのまあブロックまではかからないにしてもですね、広告なんとか不適切だからなんとか不適切動画として判定されちゃうんですね。あんまりそれ重ねますとね、私のその YouTube におけるね、立場が悪くなるもんですからね。まあその都度、以前はですね、あの YouTube 社の方と以前という方ね、まあ話してね、そういうことも直接ね、 K さんという方なんですけどもね、話してまあなんとかね、まあ通り抜けてきたわけですけどもね、いちいちまあ今はね、ロボットでやってますから、あのなかなか難しいところがあるというような意味においてね、あまり触れたくないということです。まあそれ余談です。
です。どうでもいい話です。まあ、ともかくもですね、こうしてブッダとミロのヴィーナスが揃うわけです。証拠があるのかって言われるでしょ？あるんですよ。それがですね、ミロのヴィーナスの髪の毛と、いわゆる現代ね、東京東博東洋館のね、2階に飾ってあるいわゆる釈迦流像の髪の毛は全く同じなんです。そしてミロのヴィーナスを、まあ、横縮みすると横顔は釈迦流像の横顔とパーフェクトに一致します。逆に今度は釈迦流像のね、あの顔を横側から写真撮ったものをですね、 横伸ばしするとミロのヴィーナスの顔とパーフェクトに一致するんですよ。って思われるでしょ。それも今日の、まあ、それはもう10年近く前に発見しましてね、まあ、東洋は、あの東洋館には何度も何度も足を運んだんですけども、あれこれありろがありました。ありましたけども、まあ、ありましたよ。それはトラブルもありました。あの学芸員の方とね、もう本当に喧嘩文化になったこともあるぐらい、まあ、うるさい人間だったと思います。まあ、ともかく写真撮らせてもらえないんですからね。それを何とかして撮らせろって言って、ダメだ撮らせろダメだっていうのを押し問答でね、一時は女の人のあるその部屋のね係の女の人とあと二人学院が来ましてね、申請書を出せ、出します、じゃあ出したら見せてくれるのかって言ったら、今写真撮っていいのかって言いましたら、申請書を出してもね館長がね受理するかどうかわからないなんて言うと、じゃあそれいつまで待てばいいんですかって聞いたら、1週間ぐらいで受理されるって言うから、私は浜松だってね、自分のねお金を出してねワイフと2人で往復すればですね、まあね5万円6万円かかりますからね、写真撮るためだけにそのなってますか、そんなことは何度も往復できないということを言いましたけども、規則だとか言われましてね、まあすったもんでありました。当時あのルーブルでもね、あの写真を自由に撮れるのにね、次の日まあまたあのその後東博でも写真撮れるようになったみたいですけど、ね、最近去年だったかな、東博行った方がですね写真自由に撮れましたよって報告がありましたので、まあ、多少はですね、まあ、庶民の私のような、ね、人間の心も分かっていただけるようになったんじゃないかと思いますけどね、あの当時2012、2013年ですね、まあ、その当時の学芸員の方いらっしゃったら、ああ、あの時のあの男だなって分かっていただけると思いますけどね、かなりやり合いましたからね、いわゆるその、そしたらね、フラッシュを焚いていい方、フラッシュもダメだって言うんですよね。他の、その、見てる人の迷惑になるって言うんですよ。ところが、その日はですね、誰もいないんですよ、2階の東洋館。誰もいないじゃないですかって言ってもダメだったですね。まあ、要するに何を言いたいかというとですね、ミロのヴィーナスと、いいですか、これ重要なことですよ。ガンダーラ仏の釈迦流像、東博の入った正面に語ってありますけどもね、国宝です。顔が全く同じなんです。横側を見てください。横側。横縮み、縦、横伸ばしをして比較してみてください。その動画もですね、今日見せてます。それから髪の毛ね、この髪の毛 の表現の仕方、数、位置、全く同じです。かけてるところも同じなんです。これはね、もうコンピューターで作った世界が言いようがないんですよね。はい。しかもですね、両方とも一本の髪の毛は前から後ろに伸びていくんですけども、途中で2つに分かれる。そして1本ずつがまた途中で2つに分かれるという、その制作方法ですね。ただし一箇所違うところはどこが違うかというとね、ミロのヴィーナスの方はですね、髪の毛がね、前に下がってるのかな、ですから途中からなんですね。釈迦流像の方はあの髪の毛後ろに後退してるんですよ、ね、男らしくぽく見せるためにね、ですからそのここの部分、途中からのミロのヴィーナスの途中からと釈迦流像と比較しなければなりません。この生え際から見るとわけわからなくなりますから、ちょうどこのはあの頭をね後退させてる、前を出してるこの部分が、この出てる部分がですね、取って比較するということです、ね、そうしますとミロのヴィーナスの髪の毛とそれから釈迦流像の髪の毛は全く同じです。ただしランダムにね、あの太さにはあのランダムが欠けてあるということはですね、途中で太くなったり細くなったり太くなったり細くなったりしていますから、要するに分かりにくいところがありますけども、本数位置は全く同じですから、まあ、こうしてですねミロのヴィーナスと釈迦流像がつながっていくということです。今日その動画を最後にもう一本出しておきましょうかね。今日も一応ねアップロード終わってるもんですから、今日の仕事は今日ここでおしまいなんてね終わるつもりなんですよ。実はまあこれも余談ですけどもね、今ね私ね力的にはですね1日30分から40分までの動画をですね今体制を整えていますが、しかしですね、まあ、そのあまりたくさん出してもですね見ていただけないということで、ここのところね1日10本前後というふうにして自分にブレーキをかけているもんですからね、まだ午前今11時25分になったところですけども、まあこれ以上出してもね皆さんにご迷惑をおかけするだけですからね、
ということで、まあ、今日はですね、一応この辺りで仕事を止めるわけですけども、一本ねその髪の毛が同じだという動画をですね、この後に、まあ、皆さんにこの後というかビデオダーリー一番最後に出しますからね、このビデオダーリーの前にね、ナンバー21だったかな、ナンバー21まで出してますから、ナンバー22としてですね髪の毛を出しておきます。これメモしておきますね、よく忘れるもんですからね、最近髪の毛と書いておきましたから出しておきます。それはナンバー22の方でねご覧いただけるにしますけども、全く同じだということを見ていただければですね、皆さんも驚かれると思います。こうしてですね、ガンダーラ仏とそれからギリシャ彫刻がつながるということです。ついでに言えばですね、ルンビニからですよ、ルンビニ、あのルンビニね、いいですか、ラホールと、旧ラホールです。ラホールは 2カ所ありますからね、いわゆるガンダーラ仏のメッカのラホールと、旧ラホールとですね、東寄りですね、あ、西寄りですね、それから今のラホールとはちょっと位置がずれてますから、その旧ラホールを通ってギリシャのオリンピアを通ってください。いわゆるギリシャ彫刻のメッカです。アテネじゃない、アテネでもいいんですけどもね、オリンピアの方が正確です。いわゆるゼウスになったオリンピアです。それをつないでください。ルンビニからラホール、オリンピアつないでナスカに線を引っ張るとですね、真直線に一本のラインと重なります。ナスカ理論です。ここで林浩司のまたナスカ理論が出てくるわけですけどもね、そして一つのプラットフォームに集まります。そのプラットフォームには今度はですね、真の始皇帝の領母のラインと真の始皇帝の平和用のラインが正確にそこへ結びつきます。はい、そしてそのプラットフォームの上の辺はですね、あれはペルセポリスでしたね。で、下の辺は バビロンにつながっています。きれいにつながるんですよ。私のライン理論、ナスカ理論というのはですね、どっかの大学の先生のようにね、エラーが大きいということはありませんので、ピタッと重なりますから、伸直線に重なりますから。それもどっかで今日紹介していると思いますけどもね、それも紹介しましょうか。なんて言いますとね、ブッダの生まれ故郷というところで出してますけどもね、出したつもりですけど、ね、昨日書いたんじゃなく、昨日皆さんにお届けしたんじゃなかったかな、ナスカ理論で証明するブッダの生まれ故郷っていうのも出してなかったら、今日この23号で出しておきますね。まあ、こういうふうにしてね、話がどん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 つながっていくわけですけども、まあ以上今日でですね、一応ブッダの謎についての、仏教史の謎についての動画は、まあ一応ここで、あまりね仏教仏教でもね、皆さん飽きてしまいますからね。ですから、まあこの辺りでまあ止めて、明日今日の午後からはですね、別の枠で別の特集を組みたいなって考えているのがありますから、それを組んでですね皆さんにお届けしたいと思います。まあ、ともかくも、まあ、一応今のところ21号まではもう皆さんにご覧いただけるようになってますからね、22で、髪の毛の動画と、それから23号の方でね、いわゆる先ほど言いましたようにルンビニと、それからラホールとオリンピアを通ってですね、それから線を引きますと、そのラインはナスカの滑走路、細い線ですけども正確に重なりますから、そして一本のプラットフォームにやっていく。そのプラットフォームの上の線は、ペルセポリスね、ダリウス一世が即位したペルセポリス、そして下の線はバビロンですね。こうして、まあ、ブッダに関するいわゆる謎解きのですね、ラインがそこに集中するということです。つまりそれらの遺跡はみんな関連があるイコール、最大公約数的に考えるならばですね、その中に浮かび上がってくるのはブッダの謎ということ、ブッダの歴史ということになります。ということでですね、今日はブッダの謎の第2回目ということでですね、この動画出ますか、今日の発表をさせていただきました。今日今話したことをですね、基本にしてですね、まあその今日の動画をですね見ていただくとですね、大変興味深いんじゃないかと思います。はい、ブッダ大手です。はい、で一般にはですね、まあ、ちょっとついでですけども、仏教はですね、やがてギリシャにも入っていって、ギリシャの王たちがですね、何代だか7、8代ですよね、仏教に帰依するという。ですからギリシャにはいわゆる仏教が入ってきたという証拠があるんですけども、それについてはですね、仏教がですねネパールで生まれて、そして、ギリシャへ入ったというふうに説明一般にされてますね。とんでもない逆だということです。むしろそちらの方が主流だったということです。もちろんそのスタナルゴータマが鎖家族での王でしたからね、その流れに乗ってギリシャにもいわゆるスタナルゴータマの父親の仏教が伝わっていたということです。そしてそのスタナルゴータマはダリウス一世の策略にかかってバビロンを追われて現在のネパールへ逃げていくわけです。
そこで今度は娘のシッダルタ・ゴータマ、すなわちセッダ・アルタ・ゴータマがですね、仏教を広める、すなわち親と子、親と娘ですよね、の二人三脚で仏教は現代に伝わっているということになります。以上すべて林博説ということになります。参考にしていただければ嬉しいです。 Bye for now.